してまたパーツを盗みに来たんだろう。今回は手がかりを残してるかな。あ、外から来たお姉さん。その、実は最近キャンプでおかしな窃盗事件が起きてるんです。流浪者のみんなが一生懸命集めたパーツがなぜか消えると言っていました。だからキャンプに泥棒が現れたんじゃないかって疑っていて、でもずっと調べてるのにパーツを盗んだ泥棒を見つけられないんです。しかももっとおかしなことに、パーツを盗むだけで他のものには全く興味がないみたいで、みんなどうしようもなくなってスバローグに調査をお願いしたんです。でも今のところ何の成果もなくて、クラーラも自分で調べてみたんですけど手がかりを見つけることはできませんでした。なんだかクラクラします。どうしてこんなおかしな泥棒が。お姉さんもこの事件について調べてくれるんですか？それならクラーラじゃ気づけなかった手がかりが見つかるかもしれない。あ、そうだ、昨日の夜パトロールしていた人たちが泥棒に遭遇したらしいです。クラーラはまだ話を聞けていないので一緒に行きませんか？ちょっと変なあだ名。でもクラーラはかっこいいと思います。じゃあ出発しましょう。お姉さん大丈夫ですか？おじさん、昨日の夜パーツ泥棒に遭遇したって聞きました。何があったか教えてもらえませんか？俺、いや違う、そこにいるのは誰だ？クラーラだったのか。俺はてっきり驚いたぞ。俺は確かに昨晩あの泥棒を見たが、隣にいるのは誰なんだ？お姉さん、そのあだ名はやっぱり探偵？わかったぞ。お前は泥棒を捕まえに来たんだな。まあ手を貸してくれる奴が多いのはいいことだ。じゃあ少し待ってくれ。整理してから昨晩の出来事を教える。よし、ことの次第はこうだ。昨晩俺は夜の見張りをしていて、あのパーツ泥棒に遭遇したんだ。そして俺は、ゆっくり。昨晩の見張りの時寒くて腹も減っていたから、一度キャンプに戻って残しておいた缶詰を温めて夜食にしようと思ったんだ。そしてテントを開けたら、あの黒く恐ろしい影が目の前に飛び込んできたんだ。あの時キャンプは真っ暗で、泥棒の顔ははっきり見えなかった。でも確信を持って言える、あれは絶対に凶暴なやつだ。なぜなら奴が逃げようと身を翻した時、身につけていた刃物が俺の顔を切ったからだ。あの時は死ぬかと思った。俺の顔を滑るあの冷たい感覚、それから鉄の匂い。奴は絶対に金属製の武器を持っている、これだけは絶対に記憶違いじゃない。それに暗闇の中で見たシルエット、奴の頭は四角だった。そうだ、絶対に四角だった。信じられるか、頭が四角い人間なんだぞ。恐ろしすぎる。確かにおかしなことですが、これも手がかりかもしれません。記録しておきます。おじさん落ち着いてください。つまり泥棒は金属製の武器を持っていて、それに頭が四角だったということですか？
ああ、そうだ、間違いない。クララはこれらの手がかりでは何も思いつきません。お姉さんはどうですか？あるいがあまりにも怖かったんだ。黒い影が飛び出してきたっていうのに細かいところまで気にすることができるやつがいると思うか？これ以上の情報はないみたいです。でも犯人の外見は分かりましたね。それにとても凶暴なようです。でもどこでそんな人を探せばいいのでしょう？ああ、そうだそうだ、やつは慌てて逃げたから何かにぶつかっていた。多分痕跡とかを残しているはずだ。それは重要な手がかりです。お姉さん、これから一緒に現場を見に行きませんか？やつはあっちに逃げたはずだ。現場は動かしてないから痕跡が残ってるはずだ。よし、それじゃあ頼んだぜ、親切な姉ちゃん。お姉さん見て、この跡は自然にできたものではありませんよね。犯人が残したものでしょうか？痕跡はあっちに続いています。近くを探してみましょう。この足跡すごく変です。人間が残したものじゃないみたい。お姉さん、足跡はここで途切れています。この近くで他の手がかりを探すしかないみたいですね。でもこの近くには機械ゴミの捨て場、まさか。はい、クララ、ちゃんとお姉さんの後についていきます。やっぱり手分けして。待ってください、この音は。小さなロボット、何かを探しているんでしょうか？でもスバローグは最近そんな命令なんて出していないはず。でも確かにみんなから盗んだパーツを持ってるみたいです。そういえばクララたちが見つけた痕跡、それに金属でこすった跡。お姉さんもクララと同じ考えみたいですね。よく見るとあのロボット、ベロブルグ製には見えません。まるで捨てられた金属の素材を適当にくっつけたみたい。小さなアームが一本ついているみたいですね。あ、向こうがこちらに気づきました。人、僕、傷口、危害、ない、お、ないで。わかりません。でも逃げる様子もクララたちを攻撃する気配もありません。でも何か言いたいようです。僕、人、危害、ないで。まさか人、僕を傷つけないでって言ってるのでしょうか？人、パーツ、必要、リベット、修理、必要、タウン、パーツ、必要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 、危害、ないで。この子の言葉ぐちゃぐちゃだけど、クララはなんとなく理解できます。どうしてもこのパーツが必要みたいで、クララたちに攻撃してほしくないみたいです。クララ、こんなおかしなロボットは見たことがありません。一体どうしたんでしょう？この
子はコミュニケーションを取ろうとしているけど、言っている内容がすごくぐちゃぐちゃです。多分言語中枢に問題があるのかもしれません。だとしたらこの子はクララたちの言うことを理解できないと思います。逃げ、離脱、焼き入れ、棒お、ない。あ、逃げちゃいます。逃げられちゃダメです。あの子はみんなのパーツを持っています。どうしよう。力ずくで止めるしかありません。お姉さん、あまりひどいことはしないでください。後でクララがどうにかして修理するので。ダメージ、痛覚、やめ、被害、嫌だ、いた、痛い、ごめん、パーツ、ごめんなさい、ごめん、いた、苦しい、痛い、痛い、ごめん、いた、ごめん、ごめん、いた、いた、痛い、ごめんなさい、痛い、ごめん。どうしよう。ごめん、いた、痛い、ごめんなさい。どうやら完全に動けなくなったみたいですね。この子は許しを求めていたみたいです。クララもよくわかりません。クララなんだか落ち込んできました。とにかくこの子とパーツを持ち帰りましょう。クララがなんとか、クララが絶対に修理してみせます。もし修理できなかったらスバローグに助けを求めます。スバローグが絶対に何とかしてくれるはずですから。個体のコンディションを診断開始。クララ、しばらく待っていてくれ。スバローグが診断している間、先にこの子を簡単に検査してみませんか。この子の塗装、それにこのカスタムパーツと取り付け方、不思議です。でもこれだけは確実に言えます。この子は遠隔操作されているわけではなく、自身の意思で行動しています。この子の構造はすごく奇妙です。クララ、こんな構造のロボットは見たことがありません。これはまるで誰かが適当に組み上げたみたいです。この子を作った人は多分システムが正常に動くかどうかなんて考えていなかったんだと思います。まさかこれは人に捨てられたロボットペットの失敗作。もしペットだったらどうして自分でパーツを集めているのでしょうか。クララは聞いたことがあります。キャンプでは拾った小さなロボットをペットとして飼う人がいるそうです。中には自分でペットを改造する人もいて、彼らはそれをペットアップグレードと呼んでいます。ロボットペットを飼える人は少ないんですが、時間が経つと小さなコミュニティができるんです。そこではペットを飼うコツを交換したり、さらにはペット同士を戦わせたりすることもあるそうです。クララの記憶が正しければ、この子が盗んだパーツは本来ロボットペットのアップグレードに使われるものです。あの人たちは、仮想部のほとんどの人はロボットを道具としか思っていません。ですが
クラーラはそうは思いません。ロボットにだって自分の考えがありますし、痛みだって感じられます。お姉さんがクラーラの考えを理解してくれて本当に良かったです。そのごめんなさい、急にそんな風に思ってみただけなんです。引き続きどうやってこの子を治すか考えましょう。この差し口の位置すごく変わってます。チップの位置も注意深く探さなければ見つからないようなところに隠されています。コンディション診断終了。外装損傷度 98.2%。 診断結果、完全な復元は不可能。提案、オリジナルの外装を廃棄。コアモジュールとチップは新しい外装に移し、表層の回路と関連するギアは維持。いい考えだね、さすがスバローグ。つまりこの子を直したかったら新しい外装を探せばいいんだよね。クラーラも売っている人がいるかどうかわかりません。でもロボットの外装が必要なら機械の墓地の近くにあるはずです。みんな墓地と呼んでいますが、実際はいろんな部品がありますから。そのクラーラはまずパーツを返した後にこの子の状態の確認を続けようと思っています。機械の墓地での外装探しはお姉さんに任せてもいいですか？本当ですか？お姉さんは異端者の素質があるんですね。じゃあお願いします。お姉さん、入り口でトビーを探してください。見た目は少し簡素ですけど、機械の墓地に一番詳しいロボットなんです。トビーにお姉さんの道案内を任せます。こんにちは、クラーラさんの客人。何でも言ってほしい。あなたの手助けができることを嬉しく思うよ。すでにクラーラさんから指示されているよ。あなたのために機械の墓地への案内ルートを構築中。あなたのためにナビゲートを第一目標地点に到着したよ。このロボットのタイプはボルク。廃棄理由、ロボットベッドの血統中に刺され貫通した時の傷によりチェーンソーの燃料タンクが爆発。ロボットペットの血統ってなんか怖そう。高温で溶けて外装がめちゃくちゃになってる。残念だけど持ち帰るのは無理そうね。まもなく第二目標地点に向かうよ。席について安全ベルトをしっかり締めてね。第二目標地点に到着したよ。この機体のタイプはジューク。本機と同じタイプだ。この機体は命令解析を誤り 7.1 キロにわたって暴走した結果、モーター構造が発火してコアモジュールのメルトダウンを引き起こしたため廃棄された。そんな突拍子のない廃棄理由があるとは。外装の状態は悪くない。ひとまず持ち帰ろう。今回のナビゲートが完了したよ。後方から来る車両、敵および自動騎兵に注意してね。休憩の時間だ、クラーラ。私はネガティブな感情のまま機械を修理するのは反対だ。それはあなたの体と精神にダメージを与える。クラーラは大丈夫。安心してスバローグ。お姉さん戻ってきたんですね。トビーの案内で機械の外装を見つけることはできましたか？これはそのこの子の元々の外装とは違うタイプに見えます。でも大きな問題ではありません。小さなロボットの構造はみんな似ていますから。お姉さん、今回はありがとうございました。クラーラはこの子のチップを取り外しました。
とは。よいしょ。このたくさんの配線構造を新しい外装に移し替えるだけでいいはず。見た目はすごく変わったけど、全体的に見れば成功ですよね。でも考えてみれば、クラーラが今やったことは、みんながやってるペットアップグレードとあまり変わらない気がします。五感、い、五感、ひ、言ってることがおかしいような。五感以上、異常。嘘、まさかどこか故障してるの。異常、異常、異常、異、異常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 。危険指数上昇。クラーラ、即座に危険源から離れろ。お姉さん気をつけて、この子暴走してる。停止、停止。さっきは本当に危なかった。スバローグとお姉さんがすぐ反応してくれてよかったです。一体何が起きたの。この子がどうして。互換性に何か問題が。故障診断を実行中。診断結果、チップに搭載されたシステムと新しいハードウェアに互換性なし。それに起因する動作不良、現在不具合はすでに排除された。危険指数低下、警戒解除を許可。とりあえずさっきの戦闘でこの子もなんとか新しい外装に適応したみたいです。よかった。でもクラーラはもう少し詳しくこの子の状態を観察したいと思います。互換性関連のテストは数日くらいかかるでしょう。それで正常な状態に戻るといいのですが。それとこの子の過去が気になります。お姉さん、できれば後でもう一度ここに来てくれませんか。クラーラは真相を突き止めたい。そのためにはお姉さんの助けが必要になると思います。ありがとうございます。お姉さん、この子が治ったらクラーラからメッセージを送りますね。スバローグ、この子に名前をつけたいの。どんな名前がいいと思う。情報検索、名前、検索開始。アイビー、アビゲール、エッダ、エイドッソン。また後でクラーラを探しに来よう。